ジミー・バリアントは、アメリカ合衆国の元プロレスラー。テネシー州フランクリン出身。現役選手時代は、ヒールのハンサム・ジミー・バリアント、ベビーフェイスのブギュウギ・ジミー・バリアントとして活躍した。1964年に、ビッグ・ジム・ベイレンのリングネームでデビュー。中西部やテキサスなど各地を転戦後、1970年代に、ハイリ・ジミー・バリアントと改名。 1971年より、ニューヨークの WWWF に登場し、ペドロモラレスの WWWF 世界ヘビー級王座に再三挑戦した。1972年6月には、キラー・コワルスキーとムース・ショーラックに次ぐ3番手外国人のポジションで日本プロレスに初来日している。1973年11月。 ジョン・エル・サリバンことジョニー・バリアントをパートナーに、金髪のヒールタッグチーム、バリアント・ブラザーズを結成。翌1974年1月5日、インディアナポリスのワウィで、ブルーノ・サン・マルチのアンドディック・ザ・ブルーザーから、ワウィ世界タッグ王座を奪ッシュ。シングルでも、カウボーイ・ボブ・エリスとワウィ世界ヘビー級王座を争った。WWF では、キャプテン・アルバノをマネージャーに迎え、 同年5月8日に、ディーン・フォートニー・カレアを破り、WWWF 世界タッグ王座を獲得している。1976年5月には、バリアントブラザーズとして全日本プロレスに来日、ジャイアント・ババジャンボ・ツルダのインターナショナルタッグ王座及び、グレート・ソロク大熊本寺のアジアタッグ王座の両タイトルに挑戦している。以降も、ジョニーとのコンビで、 全米各地を転戦。ワウィでは、ボビー・ヒーナンのマネージメントの下、世界タック王座を1977年と1978年にも、獲得した。シングルでも数々の実績を残しており、テネシー州メンフィスに本拠を置くクアでは1977年から1981年に、かけて、アワ南部ヘビー級王座をめぐって、ジェリーローラーと流血の構想を繰り広げた。 クアでは一時的にフェイスターンも行い、ローラーやロッキー・ジョンソンのパートナーとなってタック戦線でも活躍。1978年5月29日にはローラーと組んでジョール・ダックジャンルイから、1980年5月12日にはジョンソンと組んでデビッド・シュルツデニス・コンドリーからアワ・ナンブタック王座をそれぞれダッシュしている。この当時、彼は ハンサムジミーのバラットという歌まで録音し、自分の入場曲に使用していた。ローラーの辞書によると、クアはゼガヒでもメンフィスにジミーを留めておきたくて、メンフィスに彼の自宅を購入することまで提案したという。1980年代に入ると、バリアント兄弟を解散して、シングルプレイヤーに専念。1981年は NWA ミッドアトランティック地区にて、 英国出身のロード・アルフレッド・ヘイズをマネージャーに迎え、キング・ジェームズ・バリアントと名乗って王族ギミックのヒールを演じ、デューイ・ロバートソン、ワフー・マクダニエル、リッキー・スティム・ボート、マスクド・スーパースターなどと対戦した。1982年より、ブギウギーマンをニックネームにコミカルなショーマン派、ベビーフェイスへのギミックチェンジを行い、南部エリア一帯で人気者となる。 ミッドアトランティック地区では、イワン・コロフや、スーパースター・ビリー・グラハムなど、WWF 時代のヒール仲間と交想し、テネシーでは、ジェリー・ローラーや、ビル・ダンディなどかつての旧敵と、タックと組んで活躍した。1983年の下起には、ザ・グレート・歌舞伎とのルーザー・リーブスタウンマッチに敗れた、ことを機に、チャーリー・ブラウンなる覆面レスラーに一時変身。 同年11月24日にグリーンズボロコロシアムで開催されたスターケー度の第1回大会では、歌舞伎との王座とマスクをかけた TV 選手権試合にて勝利を収めている。1985年1月、ジェリーローラーとのコンビで全日本プロレスに9年ぶりの来日を果たしたが、長州力らジャパンプロレス勢の参戦で、 日本人同士のハイスパートレスリングが主流化していた当時の全日本マットでは彼のショーマンスタイルが受け入れられることはなくこれが最後の来日となった帰国後の2月21日にはメンフィスにてアイアンマイクシャープを破り NWA ミッドアメリカヘビー級王座を獲得している以降1980年代後半は NWA のミッドアトランティック地区を主戦場に タリーブ・ランチャード、アーン・アンダーソン、ポール・ジョーンズ、シャスカワ・トレイ、バロン・フォン・ラ・シクラと構想を展開。タックでは、バグジー・マグローと組んで活動したが、両者のコンビは、業界史レスリング・オブザーバーにおいて、1987年のワーストタグチームに選出された。WCWA の移行期に NWA を離れ、1990年にメンフィスのアスワで、 ジェリーローラーとの交想を再開。アスは統一世界ヘビー級王座を2回にわたって獲得している。1993年にはカロライナ地区のインディー団体 NWA にも参戦した。WWF とは1979年を最後に関係を絶っていたが、1996年にジョニーとのバリアントブラザーズとして WWE 殿堂に迎えられている。引退後は、 バージニア州ショーズビルにて、プロレスリングスクールのブギエ S レスリングキャンプを主催。また、ザブギウギレフェリーと称し、各地のインディー団体にスペシャルゲストレフェリーとして登場することもある。ありがとうございます。